皆さんこんにちは。福知山公立大学4回生のホマン敦美です。この時間は観光をテーマにお送りします。それでは加藤先生よろしくお願いします。はい、今日は観光をテーマに地域で活躍されている人をゲストにお迎えして、私加藤光雄が対談していきます。今日のお客様は愛知県名古屋市にある愛知大学の神津博先生です。神津先生は観光学日本観光学会結構長くて、で僕の指導教授でもあります。で先生の関係で、まあ、この日本観光学会に、入会し、今回、福知山大会ということで日本観光学会第、110回、全国大会ということで、福知山で開かさせてもらってます。で、野呂淳一先生もいらっしゃったので、野呂先生の方にも参加していただいています。で神津先生は、まあ、僕の指導教授なんですけど、神津先生の専門分野っていうのはどういったところを研究されているんですか？まあ、経営立地論、それと、まあ、立地分析の専門なんですが、今は町づくりという観点から、どのように公共施設とか、あるいは川の利用の仕方とかですね、河川ですね、そういったものを観光資源とみなした場合に、どのような年齢層、あるいは周辺にどのような人たちがこう、来て、それで町を活性化させることができるかということを、まあ、研究しています。そうですね、町づくりと観光でいろんな先生方と本も出されてますよね。で愛知大学、まあ、もともと大学が愛知大学なので、大学院行きたいときに、まあ、どこの先生に行こうか、つこうかなということで、いろいろ愛知大学で本を見てたら、まあ、観光と町づくりなんかの本を先生出されてて、ああこれはなんか簡単そうだなと思って、まあ、入ったわけです。そしたらこれが全然違ってて、分析やらね、すごい数式使ってっていうので、大学院の1年目、2年目は本当に、前期課程の時は大変だったなっていう方、イメージが今残ってますね。それであれは結構、ああいうのがメインなんですね。数式使って分析したり、モデル使ったり、まあ、やっぱり、合理的っていうかね、うん、誰もが納得するという意味じゃ、うん、やはりコンピューター使って解析したりシミュレーションするっていうのは、まあ、大事なことだと思います。そうですね、ホモン君はどうですか、そういった分野をこう観光だったり街づくりで応用して分析したりっていうのはどういうふうに思います？その観光っていうと、はい、すごいその感覚っていうかいうようなイメージなんですね、うん、そこでその数式使われてるっていうのも、うん、こうパッと僕らは、うん、素人からすると、うん、あまりイメージできないなっていうふうに、うん、聞いて初めて知ったというか、そういうふうに思います。あまり学部の授業とかでも使ってなかったですよね。そうですね、うん、で野呂先生の方は、経済学がご専門になるんですか？はい、で専門分野はどういったことを研究されてるんですかね？はい、学生時代経済学部に所属してまして、その後、まあ、経済学研究科ということで大学院に進んだんですが、そういった過程の中で、ボランティア活動、大学主催のボランティア活動にたびたび参加してたんですね。はい、なのでその経済学とボランティアの関わりの中で何か研究ができないかということで、まあ、そのボランティアプログラム、学生さんたちが何人か一緒に行くんですけれども、うん、その最適人数とか、どれぐらいの規模がいいのかとかですね、そういった研究をですね、経済学を使って、やってまいりました。それでそのボランティアに行った地域がたまたまタイだったこともありまして、はい、まあ、個人でタイに行ったりする中でですね、うん、タイに対してタイがかなりこう関心を持ち始めまして、はい、最近ではですね、まあ、その訪日タイ人がですね、はい、まあ、抱く日本の魅力についてちょっと調べて、関心を持って調べています。今回も日本観光学会第110回全国大会ということで、先生も発表されてますよね、はい、どんなタイトルで発表されてるんですか？はい、今回ですね、ボランツーリズムっていう、そのボランティアと観光が融合したボランツーリズムというところに焦点を当ててですね、まあ、我が国に、まあ、必ずしもそのボランティアツーリズムっていうのが
こう受け入れられてない現状がありますよね。その原因は何なのかというところをちょっと探ってみたいなと思ってですね、発表させていただきます。よろしくお願いします。時間があれば聞かせてもらおうかなと思っているので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、で、今野呂先生にいろいろ紹介されたんですけど、まあ、飛び入りで今回、はい、出て参加していただいて、はい、タイっていうのはね、なかなか観光、日本からタイに行く人結構多いと思う。そうですね、人気の、まあ、近いですし、人気の、観光地でありますよね。なんで、まあ、野呂先生は、はい、そっちのアウトバンドの方ではなくて、はい、タイ人の方がどう思ってるかっていうのも研究されてるんですよね。はい、なので面白いなと思って、その辺の話も今日聞ければな、まあ、ちょっと時間は少ないんですけど、はい、聞ければなと思います。はい、でですね、次のテーマとしては、まあ、観光についてこう話していくわけですけど、小津先生は名古屋市で長い間教鞭取られて研究を、対象も名古屋市が結構、名古屋市で、研究されているということで、名古屋市の観光事情等について少しお聞かせ願えればなと思うんですけど。はい、はい、ですね、まあ名古屋市の場合は、まあ、今ちょっといろいろ木造にするかどうかということで、なんですが、まあ、名古屋城のイメージを打ち出して、はい、でその、昔城下町であった五番目城のですね、うん、その街路、昔からの町並み、それと少し歩くと大須観音があったりですね、それとあとは何ですか、昔ながらの城下町を少しイメージさせたような試験道っていうところがあるんですけど、はいはい、そういったものをこう一体にしてですね、その町歩きツアーとか、あるいはうまいもの巡りなど情報として発信させてですね、はい、多くの旅行者をこう名古屋を知ってもらうと。特にグルメであればひつまぶしとか、はい、味噌煮込みうどんとかですね、はい、まあ、いろいろありますけれども、まあ、そういったものも一緒にですね、公園なども利用して、うん、それで、町の活性化を図っている、まあ、名古屋市の活性化を図っているということがあります。うん、それとあとはテーマパーク、大きなテーマパークがないので、はい、今レゴのテーマパークを、レゴですか、近所レゴ、おもちゃのおもちゃのレゴ、ね、そうですか、あれを今度あと 2,3 年後ですかね、作るということですね。 あとまあ、付近に大きなショッピングセンターとか、まあ、アウトレットモールがないので、はい、まあ、そういったショッピング街の少し大きめなものをこう作っていこうという、そんなような計画もあります。もう僕は名古屋市長かったんですけど、うんうん、名古屋市って言ったらどっちかというと都市型の観光ですよね、やはり。で、福知山先生来られて、まあ、昨日見られたんですよね。はいはい、そしたらやっぱり一番目につくのは福知山城ということですよね。でそこを中心にこう歩かれたんですよね。はいはいはい、どんな印象を受け入れました？私は結構、まあ、グルメなもんでね、はい、スイーツと福知山城っていうのを看板見まして、はいはいはい、それで、まあ、いろいろ見させてもらいました。まず福知山城は外側は木造的な形で、ね、中はちょっと鉄筋というか、はい、まあ、年寄りにとってみればこう歩きやすいというかね、うん、犬山城とか姫路城みたいに急な階段じゃないけど、はい、ゆとりを持ってこう、ね、お城を見て歩けるという、はい、それが一つ良かった。それとあと周辺に美術館がありましたよね。それと何ですか、錦帯橋みたいな方、はい、橋があってね、はい、あれはなかなか風貌があるっていうかね、うん、風景がこう一体化してよかったと思います。うん、ただ意外なのは、私スイーツが好きで、はい、喫茶店が多いかなと思ったんですけど、はいはい、意外と焼肉屋さんとか、あ、はいはい、そういった食べ物屋さんが多くて、うん、喫茶店というか軽く入れるところがないような気がしましたね。あ、やっぱり焼肉屋さん多いっていうのは感じました。感じましたか。あれ、ホモリ君多いんですよね、焼肉屋さん。うん、割とそうですね。うん、やっぱり外の人から見てもそういう風に取られるんですね。うん、また機会があれば焼肉屋さん行ければなと思いますけどね、時間があればね、行ければなと。あ、やっぱりそうですね、福知山城を中心にこう見られたということですね。
で今日朝、今はもうすごい結構いい天気になってるんですけど、朝あの外見られました？今日あんまり見てないですか、藤山城。今日朝起きて、今日はもうすごいもやか、もやというか霧でしたよね。そうですね、朝、うん、野呂先生は？もう見てないです、ね、あ、そうですか、はい、もう今日はね、あの準備はしなきゃいけなかったので朝早く来てやってると、もうね、あれがちょっとねウィークポイントかなって、ね、この辺りのね。でも竹田城はそれで売ってるんですもん ね、 そうですね、雲海 で、 で今の時期は出るだろうなと思ってたら朝結構出て、大江町が有名ですね、雲海でいうとね、売ろうとしてますよね。大江町って言ったら、え、鬼、そうですね、鬼、何、酒天童寺、何でしたっけ、鬼伝説のね、酒天童寺、があそこの大江山のところに、今ここからはあの4階5階からね見えるでしょ、一応大学から。そうですか、あ、見えないですかあまり意識して見たことがなかったです。まあまあ、 あのその辺のことはあの前回あの話してくれた芦田先生なんかがね、うん、よくやってるので、うん、その辺からまた話を聞かせてもらえばいいかなとは思いますけど、で、僕は3年ぐらい前に、まあ、福知山 の、 あの大学の方にあの来て、で、まあ、この辺りの観光についても、まあ、調べ出してるわけですけど、印象的なのが、先生確か、小津先生確か長野ですよね、うん、で野呂先生どちらです、出身？あ、神奈川県か。あ、もう神奈川ですか、はい、僕は岐阜なので、まあ、先生、あの小津先生とちょっと近い日本アルプス の、 あの山並みっていうのが、山といえばすぐ浮かんでくるんですけど、この辺りの山っていうのはこんもりした山なんです。でこの頃らしいんですけど、もう鹿やキジや、鹿、キジ、サル、あと何か、鹿、キジ、サル、イノシシ、イノシシで、クマの警報も出ましたよね。そうですね、クマ、あとそういうのを見てると、で田舎の方行くじゃないですか、車こう乗って、そうするとね、日本昔話の世界みたいな感じなんですよねで今あの DMO ってやってるんですけど、いろんなところで、まあ、あの京都北部の方も海の京都の政策、観光政策の流れで、まあ、DM をやってるんです。その時にそこのタイトルにも、まあ、見出しみたいな形で、天地、これ天地なんて読むのこれ天地、天地海、三海に息づく和の源流って、和の源流ってなんて言うんです、うん、これが結構ね、なんかスーッと入ってきたんですよね、あのに日本昔話のこの世界みたいな、そういうところがね、なんかすごい売っていっていいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、ずっと住んでるホマン君はどう思います、はい、そう言われて初めて気づくというか、うん、ずっと中にいるものからすると、うん、昔話みたいだって言われる、うん、あまりいいイメージではない、まあ、あのすごく古き良きというか、うん、なんというか、あの趣のある街並みなんだなっていう風に、はい、あの聞こえますけど、街、うん、並みというか、まあ、ちょっと田舎の方に、ね、田舎に行くと山の中とかなので、あのそれもやっぱこう 言ってもらって初めて気づく部分かなって思います、うんうん、なるほど。あとは、野呂先生なんかタイに詳しいわけですけど、はい、まあ、詳しいことは分かりませんけど、まあ、非常に興味は持ってますね、はい。ご自分で行かれた時はタイってどういう感じを受けました？あ、印象ですか、はい、まあ、私の場合その首都バンコクに行くこともあればですね、はい、非常にこうあの田舎というか地方に行くこともあってですね、はい、いや、まあ日本ももちろんそういった傾向あるんですけど、はい、やっぱり全然違うんですよね、はい。なのでですね、まあその首都の中でもですね、非常に栄えた地域のちょっと裏に行くと、あの何もなくなってしまうとか、うん、そういったところ非常にあれですよね、なんか衝撃を受けますよね。僕も2回か3回入国してるんですけど、はい、なんか優しい感じするんですけど。そうですね、日本人に対して非常に優しい、と思いますし、まあ、微笑みの国と言われるだけあってですね、はい、非常に皆さん笑顔が印象的ですね。なるほどね、はい。で
それはまあ日本から観光、タイの方に行った印象なんですけど、はい、タイの人たちは日本に対してどういう、こう印象というか持ってるんですか。はい、そうタイの人たちをまあデータで見てみるとですね、まあ、私が個人的にあのお話を伺ったということも含めてお話ししますと、はい、あのまあ、よく言われる外国人 の、 その特に中国人の方の爆買いとかってのありますが、はい、まあ、タイ人の方に関してはさほどそういう傾向はなくて、はい、日本のこう文化伝統っていうのに非常に、興味を持っているってことが、分かるんですね。はい、あとですね、 その、まあ、そういった体験をした方の満足度も高いというのが日本に来て、はい、そういったのを見たり聞いたり感じたりした人の方が満足度が高くなると、はい、そういったそうですね、あのこういうそういったその行動に対しての満足度というのは非常に高くなっているようですね。あと、まあ、現在そのタイであのテレビ番組、日本についてのテレビ番組が多く、放送されていて、あの、まあ、日本人の、方がですね、日本のこの名所とか、はい、全国の名所とかで観光地を紹介する、番組とかですね、あとタイ人がこう実際に日本に来て、あのその、名所だけを名所とか観光地をあの紹介するだけではなくて、空港からの行き方とか個人旅行向けの番組っていうのも非常に受けているということを聞いています。どんな番組やられてるんですか、タイで。はい、あの今言ったようなその個人旅行向けの、例えば空港からどうやってどういう電車に乗って、はい、こうあのどこに行くとか、え、旅番組、旅番組ですね、はい、若者向けの旅番組ですかね、はい、が非常に受けているって聞いています。はい、コメディアンとアナウンサーがこうブラブラその辺を散歩するみたいな、まあ、そういった方向性の番組だと思います。へ、はい、あ、それ見て楽しいと、楽しいというか、まあ、それだけ日本への関心が高い。へ、それで自分でこうツアーではなくて、まあ、個人旅行の傾向が結構タイ人は強くて、へ、なのでその個人で行くっていう、こうあれですよね、その あの興味と傾向からも分かるようにそういった番組も受けているようです。へ、はい、なるほど。ホワン君はタイってことはないです。ああ、タイのイメージって、タイのイメージ、はい、タイのイメージ全然ないそうですね、パッと思い浮かぶイメージって、結構ね、日本の若い子が結構行きますよね。あの物価も安いし、はい、学生時代にあの行くと治安もそんなにね悪くないし、そうです、ね、入門編としてなんか行く人は多いかもしれないですよね。なんでまあぜひ機会があればこうね行ってみたらどうかなとは思うんですけど、世界で行ったら神津先生なんかは どういった地域の外国がお好きなんですか。私はあの20年前にイギリスに1年いましたし、はいはいはい、イギリスはなかなか昔の日本の風景が残ってるっていうかね、空が青くて、うん、で、ね、素朴っていうか純朴で、ね、はい、食べ物なんかもあの質素な感じで、何かあれでしたね、もう全て田舎って感じにはなるようなあれですけど、まあイギリス、まあ、スペイン、あとフランスも行きましたけど、はい、やっぱりあのイギリスに戻ってくるとほっとした、うん、ほっとするっていうかね、うん、そんなような感じの国ですな。1年ぐらい留学され、あの、留学されて、レディング大学、そう、レディングです、うん、で話してて面白いところだなと思ったのが、あの古本屋でがこう集まったちっちゃい村があるっていう話ありましたね。あれどこでしたっけ。ヘイオンワイってところで、どっちかというとあのウェールズの方なんですね、はいはいはい、ニューポートってところからちょっと北の方へ行ったところ、ニューポート、へえ、もう交差点のところにも三角形 の、 あの本棚があって、はい、あのそこでもうあの本がこう見れる、古本が、古本があるんで、ね、もちろんあの新しい本持ってるところありますけど、はい、もう建物が全て本屋さん、うん、であとはホテル1軒2軒あるかなというところですね。でも本当小さい村みたいなところなんですよね。 そうですね。それが結構お客さん来てるわけでしょ。来てますね、うん、どうですかホマン君、結構気に入った感じ の、 あのところですよ。そうですね、うん、話聞いてると、はい、地域、あの都市の町の名前覚えました意地悪ですね先生もう一度お願いします。ヘイオンワイ、ヘイオンワイ、変わった名前ですよね、ヘイオンワイ。いや、そう、それ多分気に入ると思いますよ、行ってみたら。なんか、なんか写真もその時に調べてみたと思うんですけど、なんか結構落ち着いたところでね、
じゃああとはどうしましょうかね。そうですね。で観光テーマにこうラジオ番組やらせてもらってますし、今回日本観光学会ということで観光、はい、で観光を通して、まあ、その地域だったり、都市だったりっていう国だったりね、さまざまなもの見えてくると思うんですけど、はい、野呂先生なんかは観光を通してこう見えてくるものっていうのは何か今の段階で感じているものありますか？そうですね、まあ、そのご質問に、ご質問にこうバッチリ合った答えができるかどうかちょっとわからないんですけど、はいはい、まあ、その訪日タイ人観光客のこう動向を見ていたりとかですね、はい、まあ、日本の今の現状を見ていく中で、はい、日本のこう伝統文化っていうのが、まあ、失われつつある現状というのは実はありますよね、うん、例えばその伝統産業とか伝統工芸とかの跡取りの人がいなかったりとか、うん、そういった問題いろいろあって、でもですね、まあ、外国人特にタイ人にとってはそういった日本の文化とか伝統とかっていうのは非常に、興味を持っていて体験したいと思っている。で今後その外国人からの需要っていうのもやっぱ非常に増えてくるんじゃないかと思うんですね。なので、その、まあ、そういうこともあるのでですね、日本の文化伝統っていうのをもうちょっとこう大事にしていきたいなと思いますし、またその外国人が興味を持っているか、興味を持っているということをからですね、外国人がたくさん行くところだから、うん、日本人も行ってみようよっていうような、うん、こう相乗効果みたいなのが生まれてですね、うん、いろんな地域に、地域 の, その観光名所もそうですし、その伝統文化もそうですし、そういうものがですねもうちょっと発展していく、今後も発展していくような、日本になっていけばいいかなと、そんなふうに思っています、はい、今の内容ホマン君たち今日発表したそのままじゃないですか、福知山の、はい、ね、福知山の、はい、文化をっていうやつでしょ。そうですね、はい、再発見して発信していく。頑張ってください。先生はどうですか、観光を通してこう地域とか都市がを対してこう見えてくるものって何か感じてます？やっぱり昨日伺ったの商店街もそうですけど、はい、やっぱり若い人がね、うん、常時いるっていう街にする必要があると思いますよね、うん、やっぱり夢とかさ、ね、目標がはっきりしてるじゃないですか、若い人は、うんうんうん、だからこう突っ走ってもらった方が街っていうのはこう明るくて持続していくような気がいたします、うんうん、なるほど、そういうことらしいですよ、ホマン。はい、そうですね。僕も、まあ、若いと言われる年でもなくなってきたので、まあ、頑張っていってください。頑張ります、はい。はい、ということで、もうそろそろ締めた方がいいですか？もう少し時間あります？もう少し、はい、分かりました。じゃあ僕の方が感じているのは、まあいろいろな場面でもちょっと話してるんですけど、まあいろいろ100ぐらいの国をこう見て回ったんですけど、2年ぐらいかけて、でその中であんまり観光地っていうのは行きたいなと思わなかったんです。なんかもうあんまり感じなくて、それよりはやっぱりまあ、タイの話は出たんですけど、タイも少し農村の方の都市の、まあ、農村でもないですけど第二都市チェンマイとか、はい、の方の行ったりとか、その間の町とか、ああいった、まあ、チェンマイは観光地ですけどね、ちょっと、うん、観光地だけじゃなくてその町が住みやすいような、はい、そういったところっていうのは行ってて居心地がいいんですよね、うん、なのであんまり観光客をこうどん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 呼びましょうっていうよりは、そういった住みやすさだったりとか、その地域がのブランドって、まあ、カタカナで、ね、よく言いますけど、というブランドというよりはその地域が醸し出す何かこう匂いが感じられるところが町として、町だったり都市だったり地域として魅力的だなって思うようにはなってきてるんですよね、はい、なんでもうやっぱりでも日本もそういった形にね、今後インバウンドって今は言ってますけど、そういったところよりは少しそういったところを重視して、はい、観光政策を行っていったらいいんじゃないかなとは思うんですけど、こんな感じで時間よろしいでしょうかね、はい、ありがとうございます、はいはい、それでは今日のお客様は愛知県名古屋市にある愛知大学の神津博義先生と学習院大学の野呂淳一先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。番組では感想をお待ちしております。メール763@fmicaru.jp、 ファックスは 077342-9977、 お便りは郵便番号 623-0016 綾部市西町1丁目65番地までお願いします。
ラボラトリーカフェ第6回は観光についてお送りしました。次回は福知山公立大学の谷口先生をお招きして観光についてお話しする予定です。